ボサンスカ・グラディシュカ及びグラディシュカは、ボスニア・ヘルツェゴビナを構成する構成体のうち、スルプスカ共和国に属する都市及び基礎自治体である。ボサンスカ・グラディシュカは、ボスニア・ヘルツェゴビナ北部に位置し、ボサンスカ・クライナ地方では最も東に位置する自治体である。町は、ディーヤブチェ平原にあり、サバ川の右岸に位置する。 サバ川を挟みスタラグラディシュカやクロアチアと接している。ボサンスカ・グラディシュカは、スルプスカ共和国の首都場にあるかから40キロメートル北に位置する。文章によれば、ボサンスカ・グラディシュカが最初に言及されたのは700年以上、前で、当時の名称は、グラディスキブロドであった。しかしながら、現在のボサンスカ・グラディシュカの町や周辺地域は、戦死時代に遡り、 ローマ時代には街はセルビニウムと呼ばれ現在のグラディシュカの街のあたりにあった。グラディシュカは自由都市として言及されている。中世、サバ川の河川交通の要衝として重要な役割を果たした。19世紀に入り、1804年にスメデレボ山尺で第一次セルビア放棄が起こり、1809年にグラディシュカ地域で ボスニア州のオスマン帝国に対する抵抗であるヤンチッチの反乱が起こり、経済や宗教などセルビア人の権利は剥奪された。ハイブクがセルビアからやってきて特に小皿さんで活動していた。ヤンチッチは反乱を組織し、1809年9月23日にグラディシュカ地域のマシッチでは農民たちが武器を取った。 反乱は9月25日に始まり、同ヤオスマンは、ヤンチッチを捕らえて処刑している。反乱勢力は、小皿と、モタイツを除き撤退し、10月半ばまで、敗北するまでは、強い抵抗を続けた。その後、広範囲な村に対する略奪と焼き討ちがオスマンにより、行われた。アズシベアリックビストリカ、ボックジャンコバッツブレストフチーナブックバッツ。 サロブリアーニシミロテキャットルンジャセレノバッツサイクルドンジャダリナドンジャジュルコビカドンジカラジオオベシードンジポットグレードシードラゴルジデュブレイブイレーザジェシガスニカゴルンジャダリナゴルンジャジュルコビカゴルンジャリープバチャゴルンジーカラジオオベシーゴルンジーポットグレードシーグラディシュカグルベボーシーグリーダジャブラニカジャゾバッツキージュバシー,コーシ舎セーボコザラコジンシークレイジスニック クラスキック、ラムンシー・ブリージシー、ラムンシー・デュブレーブ、ラムンシー・ジョルーザニ、ラムンシー・スリダニー・リス・コーバッツ・ルーザニ・マコバッツ、マズオシ・ミチージャ、マイロザ・ボブルド・ミリエボ・シマクリース、ノバ・トポラ・ノーボ・セロ・オルホ・バ・オラビカ・ペトロ・オーボ・セロ、ロ・ジョルジー・ロマニ・バシー・ロ・バイン・サマージエ、セフォ・ラブ・シー・サビアク、スレッド・オンジャ・ジュルコビカ・サスキー・ノーバシー、 トレバーバリアーニトゥルノバッツトロシルジーターヤックバカフバイらしいブルバスケゼリーバーカ合計53581人合計59,974人強の町の人口は22,000人で基礎自治体全体では約7万人であるありがとうございます